はい、皆さんこんにちは、劇団おじです。さあ今回はジランツーリスモセブンの話題なんだけども、実はね、おじいのチャンネルに神が降臨しておりましたね。スクリプトの神様が実はね、降りてきたはーしてね、ご降臨されましたね。おじいもちょっとね、うっかりね、ノーチェックでなんか見たことあるよなと思ったんだけどおじいもうっかりしてたね。実はさっきね、視聴者様からね、コメントをいただいたんだね。その人、自動お金稼ぎの人じゃん、ハンコンじゃなくて携帯でスクリプト組んで走っててください。そんなプレイしてる人にガチャガチャやめたくないね、まともにプレイしてないのにであっと思って、おじいが話題出たの、ほら、スマホでね、ぐるぐるお金稼ぎの人と輪ゴムさんとね、2人いるんだけども、そのスクリプトさんで、これだね、おじい今日動画言ったけど、ちょっと的なこと言い過ぎではっつってね、どいもの方だ、この人はね。なので拾ったんだけど、バトでも速い人は速いですが、本当に速い人はハンコン使ってますよ。 FIAGTC の世界大会でバト使ってる人見たことがありますかっていうね、まあ、ちょっとここからしたら今開いてないけども、ね、なので、このちゃんと自分で言ってるように、速い人がパッドなのかハンコなのか、ハンコン使ってるだけっていうだけの話であって、その人なんだよっていうね。だからパッドが速いとかハンコンがあったら、調整の味付けがあるわけでね、いろいろタイプだから、それビジネスでしょってことで、速い人が、この人が速いんであって、こことここの問題だから、速く走るっていうのは、いろんなコースを直線にしたら、なるべく最短距離でね、こうやって走るもんだけど、最短距離で、スピードを落とさないで行けば速く走るという、それが結果なんで、現実の世界でもそうなんだけど、プログラム世界もそうなんで、だプログラムは調整味付けってものが出てくるんで、その認識によって違うから、同じものでやるんだったら、パッドで認識するハンコンで やらないとデータが違っちゃうよねっていうね、まあ、そんな話をしたんだよね。でこの方が実はそのここにねあったように、スクリプトさんだったっていうね。で、まあ、よく見るとね、チャンネル登録者もいらっしゃいますね。で2012年3月からね、もう結構ね、79,839回視聴、それで最近すごいバーンって増えたでしょこれね。グランツーリスモやアリスコンバットのプレイ動画を配信してますということでね、ツイッターもあればね、 PS ネットワークの ID もねあるんでね、まあ、みんなで遊ぼうよってこうアピールされておりますね。でこれがね、このお金稼ぎさんで 1.7 万再生、最近ちょっと一発当たったんだねこれねこれみんなも関連動画でパンって上に上がってきたから、多分見たこと多いと思うけどね、主にどうやってやるんですかみたいな感じのコメントがダーッと来てね、また賞金稼ぎ小敷がみんな集まって、どうするんですかなんて言ってたねちょっとだけ見せておいて、ふふんみたいなね、そんな動画なんだこれ、解説者の自慢の動画かよと思ってね、おじいもこれ見たことがあるんだよね。でまあそういう自分がパッドでやっているね、パッドでやってて、しかもこの恥ずかしい立地視点でやっているっていうね、おいおいもっとちゃんとやってくれよって感じでね。でこのね、このスクリプトさんね、ここでね、20億貯めて9時だけ買うよってね、もう一生懸命スマホでね、自動化しかしないって買うよほんとこれ山内氏見たらどう思うんだろうねこれね、ほんとお金稼ぎね、全部立地視点でやってるんだけど、グリッドレジェンダもね、ちゃんとしたの買おうよ、私有版じゃなくてさ、私有版のシナリオもクリアしちゃってるんでね、買おうよちゃんと製品をね。でこのね、2018年グランツーの大会決勝ってね、なんかお祭りか夏祭りって書いてあるけどね、
こんな感じでこの2台設置されてね、あのハンドルがこうくっついて、ね、俺はパッドじゃないとできねえからってね、俺パッドだぜっつって、パッドにしてこれじゃないと勝てねえぜっつってやってくればよかったんていうね、うん、まあそんな感じでね、これはあの夏祭りはなんで撮ってたんかなってよくわかんない、 お姉ちゃんかなこれね、うん、ね、こういう動画もあるんで、多分あのお姉ちゃん撮ってきたのかな、よくわかんないけどね、まあ、大体あの好みもだんだんあの分かってくるようなね。でこれがもしご本人だったらね、日光4体フィニッシュってね、あのチル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 滑るところで走ってるんで、ブーブーって言いながら走っててね、あとカートもなんかあの一言が出ねえカートね、あのなんかスーパーカー YouTuber がいるんだけど、電気自動車の あの人があのなんかあのスーパーカーの仲間で結構カート走ってる動画アップしてたんだけど、もうちょっとあのスピード出てたな、あのコースの方が面白いカートだったけどね、これはなんかあの子供でも走るカートでなんかね、のんびりとやってるカートもやってる人なんだね、本当ね、うん、まあ、これご本人だったらあのちゃんとね、あのブル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 ね走ってる人なんだね、本当ね、うん、はい、まあそんなわけでね、神が降臨しましたよってことで、なぜかちゃんと本格的にカートも走るし、しっかりとねあの車持ち込んで走ってる人なのに、なんで臨時視点でやってるんだろうって、で走って実力でお金貯めて買える人なのに、なんであのパッドで臨時視点でしかもお金稼ぎしてこれってんだろうって、本当に楽しんでんのジュラズで、はい、そんなわけでね、なんかジュラズを批判するとすごく立てついてくるけど、みんなちゃんと走ってないよね、プロの人って絶対何も言わないよね、なぜなら上手だから、下手な人ほどこれはリアルシミュレーター、俺のフェラーリー右割りってね、まあ右回りのフェラーリはあの下手じゃないと思うんだけど、今あのみんなあれよね、あの YouTube もそうなんだけど、やってる人ってねあんま言わないんだよね、うん、まあこのあのね、スクリプトさんもね悪い人ではないからね、あの拾ったんだけれども、それでもあのハンコンが早いかどうかっていうのはね、あのハンコンが早いんだっていうのはね、これは違うと思うからね、本当ね、うん、全く理論的に言うとね、まあ、そんなわけでね、この俺のフェラーリ、あのフェラーリ浮気してで、ね、あのポルシェだよね、ポルシェであの実際との比較見てみようしてね、あのポルシェで300キロ超えで走っていたのか、それとも170キロの GT がおかしいのか、どっちなんだね。はい、タイさん、ハンコンのメリットはグランツーリスモスポーツの場合タイヤを温存した走りが可能になるという、あ、そういう差があるんだ、そうなの、ハンコンを使うことによってやっぱこういう修正があるんだね、ねえ、タイヤを温存した走りが可能になるんだ、でスプリントで差はほとんどない、実際国体クラスにはパッド勢が意外といます、おじいの言う通りですね、そうなんだね、じゃあやっぱりね、スプリントさんね視野が狭かったということでね、はい、次天音さんね、天音さん出てくると怖いよ、あのズバリ疲れちゃうからね、本当ないない、ハンコンとボタン操作の違い、ボタン操作だとオンオフの2種類しかできないのに対してハンコンだと微調整ができるってだけ、悪く言えばジャイロもハンコンと同じことが可能、それを踏まえてもハンコンが速いっていうならユーザーの慣れの問題でしょう、もしくはプラシーボ、もっと言えばボタン操作でも連射したりすれば調整できるし、大会出てる人がボタン使わないのは何かしらスポンサーがついて提供を受けてるか案件かのどちらかだよ、スポンサーなしに自前で買って大会出て入賞してる人だって聞いたことがない、具体例挙げてほしいぐらい、そうだよね、おじいもなんだっけね、まあいろんな人もね、こう新しいシステムがもうすぐね導入する右曲がりの人とかね、あと他の人たちも提供ハンドルとかね、そういうのでみんな動画とかやってたんで、やっぱりね何かしらあるんだよ、
本当絶対言わないだけで、まあ、スポンサーとしてお金もらってるってのもあるだろうし、あのステマみたいな感じになっちゃうよね結局ね、うん、だからね本当何かあるんだって、利害関係があるんだっていろいろね、だ本当ハンコだと早いってねないって、それはね、まあ天音さんがねズバリとでプシュッとね、来てくれました。はい、そんなわけでね、今回はなんとね神降臨ね、スクリプトの神様がおじいのチャンネルにやってきたね、これであと右曲がりのフェラーリとあとあの輪ゴムさんが来ればね、もう大三元だねこれねとりあえずあの一種類ね積もったはい、そんなわけでね、スクリプトさんありがとうございましたね、面白いネタ投稿でしたね、本当面白いね、こういうあのド M の方はね面白いよね本当ね、ただおじいのチャンネルに来るとねみんな変な信者いないんで飛んで火にいるなんとかになっちゃうからねはい、そんなわけで終わりましょう。面白かったね本当ね、またねいろんな神様お待ちしております。